なかなか体重が減らないし、お腹の脂肪が取れない。こういった方にぴったりな内容です。いつも高評価コメントありがとうございます。今回は短角ヤジワベイというのを紹介します。今回の動画のメリットは、下半身の弱い大腿直筋、中殿筋、ハムストリング、ここ3つの筋肉を重点的に使っていきます。立って行いますから、有酸素運動効果がすごくあり、脂肪がどんどん減っていきます。まずはスマホを下に置いてもらって、その場で足踏みをしていきましょう。今回の動画のポイントは、息があんまり上がらないペースでやるということです。皆さん、運動するときに脂肪が減ってると思いますか？実は脂肪はあんまり減っていません。要するに、心拍数が上がりきらない運動メニューが脂肪が使えています。今回の動画は、息が上がらないようにマイペースでやってください。今度はももを上げた状態で歩くように腕を振ってみましょう。マイペースでやってください。この心拍数が上がれば上がるほど糖がエネルギーになります。できるだけ息が安静時の状態の方が脂肪が使われます。ですので、今回は人それぞれ動くスピードを変えないと心拍数も違いますから、注意してください。今度は反対足です。マイペースが一番です。とにかく自分のペースで、息がハーハーならないように動いてください。バランス崩したら足ついて結構です。長い時間息が少し上がる、上がりすぎない、その程度の運動で、できるだけ全身を使う運動、これが一番脂肪が減る運動です。安静に動いてください。はい、じゃあ今度はね、真横に足をね、動かしていきましょう。手は楽にしてください。自分のペースでいいです。ここで一回足をピタッと止めるようなイメージです。辛い人は一回ずつ降りてください。辛いの我慢すると息上がってきます。糖エネルギーになります。脂肪を使う動画ですから、できるだけ呼吸が乱れないように体を動かしてください。これが脂肪が使える運動です。乱れないように。 OK。 疲れるとね、どうしても呼吸上がりますから、上がってきたらペースダウンしてください。なおかつ弱い筋肉を鍛えながら、そして呼吸が乱れないように、とにかく脂肪を使いましょう。これが一番効率がいいです。一般的な動画ではほとんど1分ぐらいのメニューですよね。それ以上続けられないメニューが多いと思います。これはエネルギーは糖です。はい、じゃあ今度はね、足を曲げて後ろに動かしましょう。ちょっと手を振りながら、バランスがいるんで体幹もね、鍛えられますから、もしね、体幹弱いよっていう人は1回ずつ降りてください。この動画のポイントは、息が上がらないこと、なおかつ立って運動をすること。立って運動することが一番脂肪が減りますから、その中でも呼吸が上がりすぎないこと、ここだけに注意してね、今回の動画続けてください。 OK。 反対も一緒ですよ。同じようにやっていきましょう。後ろだけに足を振るようなイメージですね。一般的に皆さんは、激しい運動ほど脂肪が減るってイメージあるかもしれません。ですが、激しい運動は糖がエネルギーです。これだけ知っておいてください。安静時の運動は脂肪が使われます。日常的に糖分空っぽになることないですから、なので糖エネルギーにしてはダメです。
もう一度ね、歩きます。今の3種目を回っていきますからね。呼吸を戻しながら一回歩きます。動画を見ながらじゃないと皆さん必ずやらないはずです。なので動画を見ながらね、毎日やることをお勧めします。息が上がりすぎないように全身を動かす、これを必ず知っておいてください。激しい運動は頭しか使ってませんから、こういう運動が脂肪が燃える運動です。はい、じゃあ今度またね、前のももを持ち上げていきましょう。これはね、大腿直筋という筋肉を使って足痩せにも効果的です。だんだんとね、つまずきやすいよっていう人はこの筋肉は弱いです。スクワットじゃないです。足を上げる筋肉でピンポイントに大腿直筋を鍛えていきます。足を上げる運動というのが日常的に不足してしまいます。階段とか登りますから、しゃがむ運動はしてるはずです。足を上げる運動、これが大事。はい、で今度はね、横に足を動かしていきましょうね。マイペースでいきましょう。息上がらないように、こういった運動がね、なかなかね、 YouTube じゃ受けません。正直私もね、こういった動画作りながら YouTube でね、これがすごいたくさんの人に見られるっていうね、ことは考えてません。だけど大事だから皆さんにね、伝えたいわけです。息が上がらない運動が脂肪が減る。これだけも知っておいてくださいね。有酸素系という運動です。OK。今度は、横ですね。左腿も上げてないな。この後にやりましょう。喋りすぎで1個メニュー飛んじゃいましたね。足を横に上げながら間でピタッと止める、これが大事ですからね。あー、ちょっとお尻がねきついけど、よっしゃ、 OK。 じゃあ今度はね、左のももを上げていきましょう。マイペースでいいですよ。よし、OK。 一回ずつ下ろしていいですからね。これは人それぞれレベルが違いますから、心拍数が関係してますから、息が上がっちゃう人はね、ゆっくりしなければいけません。息上がらないよ、大丈夫だよっていう人は真似をしてください。呼吸が乱れないようにバランスを取りながらやりましょう。 OK。 じゃあ今度は後ろですね。マイペースでいきましょうね。よっしゃ、いこう。ももの裏しっかり使えてますからね、この運動は。ももの裏の筋肉がね、弱ってくると骨盤前傾とか腰痛、反り腰の原因にもなってきますからね。弱い筋肉を鍛えるというのはすごい大事です。ストレッチだけじゃダメなんです。鍛えなきゃいけないんです。弱ってますから。 OK。 反対も同じようにいきましょうね。呼吸が乱れないように、よし、いきましょう。見ながらマイペースにね、やるのが一番。これバランスもね、取れますから、下半身筋力鍛えながら体幹部もね、しっかり鍛えてますからね。ただバランスに集中して息が止まっちゃダメですよ。息をしなければ脂肪を使えませんよ。 OK。 はい、じゃあ次は歩きましょう。あとちょっとで終わりますからね。はい、この足踏み、動きがゆっくりだからこれ痩せるのとかね、
激しい運動の方が痩せそう。間違えちゃいけません。激しい運動は解糖系、糖がエネルギーです。3分以上続けられるこういった運動が脂肪が減る運動ですから、痩せたいんなら激しい運動じゃなくてこういう運動をしましょう。 OK。 バランスもだんだんと良くなってきますから、この動画を続けてみてください。頑張ってできたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。